やっぱ厳しい精神で生きてるので精神ちょっと厳しめに行こうかなって分かりました先輩思いました。じゃあ最後、はい、ひかささんへのお題をお願いします、はい、幼なじみと喧嘩してしまって仲直りできるか心配している人。幼なじみやっぱアフターグローでねっていうことですね。なるほどね、幼なじみですね。幼なじみは男女ですか。あすごい設定自由でいい、自由何でも自由で。はい、わかりました。おじゃあ、整いましたか。はいではお願いします。キースしろキースしろさっさとやれやっちまえちょっと待って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 えそうか幼馴染喧嘩してる喧嘩してて喧嘩してて喧嘩してて喧嘩してたらさもうキスするしかないよね喧嘩してたってダチョウクラブの仲直りそれはダチョウクラブの仲直りの仕方なんです。何を言ったの？そっちの仲直りの仕方なんです。お前ら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 。これ同性でも成立しますね。そうだね。確かに。確かに。じゃあ判定していきましょう。ハッピーかどうかですよね。そうですよ。いやハッピーかどうよ。いきますよ。せーの。